では、はい、はい、どうぞ。はい、持ち方知ってますか。あ、惜しい。絶対に右手が上です。右手が上。これは左利きの人でも絶対右手が上です。あ、そうなんや。まあ、時代劇とか、まあ、日本の昔なので、はい、左の人は右に矯正される、おお、いう感覚です。で、まずここに線あるんですね。そうです、はい、うん、ちょっとややこしい。この辺で、うん、で右手が絶対上、はい、左手が下、はい、はい、この距離感は、ね、端っこと端っこ、はい、はい、で、なんでこう持つでしょう。これは、守りに入るため。守りに入るため。ものすごい重いのよ、固まって、まあ、鉄をこうカン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 やってるので。で、これをじゃあ相手からぶつけられたら、何百キロかかるので、一定で持っちゃうとやられやすいので、で、このゲームで、ああ、はい、もう安定感。そうです、はい、で、まず構え方、肩幅からアキレス腱ぐるぐらい右足伸ばして、で、ここをおへそにつけます。で、ここからまっすぐグリーって感じ、うん、はい、が基本的な構え方です、うん、はい、で、この時にこの切っ先がね、はい、角度がどうなのかという話なんですけど、これは相手の首元、首元、そうそうそう、こう見て刀の長さがわからないんですよ。あ、わかんないです、うん、こうなって、こうなってたら、あ、この長さないって分かっちゃうんで、うん、相手の目の方につける、はい、わかりました。が構え方、はい、で、持ち方としてギューって持っちゃうと触れなくなっちゃうので、うん、このね、こう、こんぐらい、お山がここにできるぐらい、おお、が本当の正しい持ち方。はい、ではもう一回、はい、これ正眼の構えって言います。正眼、正眼、はい、これ正眼の構えです。はい、で、これめっちゃこの構え強くて、おお、強いって言い方として教えてた、はい、強くて、なんで強いかというと、こう構えた時に、はい、こう切ってこうよしてるんですよ。はい、刺さるでしょ、はい、あ、こういうことか。そう、だから、まあ、基本的に刃物があったら近づけないんで、なので相手との間にこういう構え方をします。なのでこれが違う、はい、で、ここから振っていきます。はい、これもよくする説明なんですけど、はい、某漫画に、はい、くず流線っていう技があるんですけど、はい、うん、あれって要は人間ができる斬撃が9つあるんですよ。それがあの攻撃です。要はまっすぐ切る、斜めに切る、横に切る、切り上げるっていう運動が全部同時に攻撃するっていう技があるんですけど、それがだから切り方の前提、うん、で、今からやるのは、はい、上とまっすぐと左と右、ま、はい、っすぐと左と右、はいはい、をやります。はい、はい、で、さっきのカメラがね、はい、で、まあ、振り下ろすってことは振り上げなきゃいけないので、うん、左足を出しながらまず上段、はい、はい、で、右足出して振り下ろす、はい、でございます。動き的にはこれだ、はい、はい、で、ここからがどん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 細かいこと言っていくね、はい、はい、で、この状態から振り上げます。はい、振り上げた。で、この時に絶対にやってはいけないことがあります、はい、ちょっと横向いて、こう逆そっち、はい、で、振り上げて、大きい振り上げて、大きい振り上げて、あ、えらい、これが正解。よく起こるのが、こう、あ、はい、これ縦回で絶対ダメになる。あ、そうなんですか。そうそう、っていうのは、まあ、集団で戦うときに周りにも人がいるので、自分の頭より後ろに下げない。あ、そうなんや。この位置が絶対、あ、はい、なので、しっかり振り上げたときにまっすぐ上に向いてるか、斜め45度ぐらいが絶対です。はい、はい、でも、あれやね、ちゃんとしてるね。おお、やったちゃんとしてるね、はい、で、これやると、大概、じゃあこんぐらいかなってなって、ここに拳が来たんですけど、うん、今度これじゃあ、顔が見えないでしょ。はい、女優さんとしては大問題でしょ。確かに、見栄え的にはもう、うん、そうです、だからこの位置も100点。おお、やった珍しい。最初からできる人はあまりいない。おー、やった、はい、なので、じゃあ、このもう一回同じ構えからね、はい、ここから、はい、左足出して上段、上段、はい、で、右足出して切る、はい、で、この時注意、今こうなってるでしょ。あ、なってます。つま先の膝全部前、はい、はい、これ正解。で、この時今こうなっちゃってるんで、あ、なってます。ここ、はい、はい、もう一回、はい、はい、頑張って、はい、はい、左足出したら上段、はい、右足出して切る、はい、はい、左足出して
いいな。そうです、そうです。これかかとが上がっちゃうのはいいですか？上がらない方がいいですね。上がらない方がいい、はい、うん、で、もう一回戻って戻って、で、ここからちょっと恐ろしいことね。おっと、はい、はい、お願いします。で、振り上げてください。はい、で、下ろしてください。はい、今ね、はい、棒振りって言われる振り方なんです。棒振り、うん、はい、こうやって振っちゃってる感じ。あー、はい、うん、これだと切ってるように見えないので、しっかり手首を返さないと。おー、ブンって言った。で、ブンって言ってると割とちゃんと振れてます。おー、はい、敵を倒してるってことです。じゃあどうやってブンって鳴らすか、一回じゃあ思いっきり振ってみる。絶対やってはいけないこと。あ、はい、木刀を離すこと。はい、わかりました。はい、はい、どうぞ。なるね、なるね、はい。で、イメージね、はい、だからここギューって持っちゃうと音がしないので、手首を返す、あのね、テコの原理ってさっき言ったけど、はい、それをやります。ここでこっちを引くと、おお、返りが速くなる。あ、でもしんどいでしょ。でもそれをやるんですよ。キャー。はい、で、振り上げて手首を返す。うん、またまた音が、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 向かって向かって、はい、どうぞ。あ、なんか、ちょっとなったなった。あ、惜しい。うん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 、なってるなってる。おー、あとはもう一個、はい、今、ブーンの音がなぜ聞こえないか。はい、ペタペタ、足音が鳴ってるから。ほー、うん、で、はい、お侍さんですり足ってよく聞くでしょ。はい、で、高さを変えてはいけないですよ。だから、こうなって、振り上げた時には上がって、振り下ろした時に下がっちゃうと、これはひょこひょこしてるので、最初のアキレス腱の構えから高さが変わらない。で、変わらない、うん、はい、はいはいはい、で、音になったね。で、あともう一個、はい、で、次横向きに行くか。今、こっちに進んでて、はい、1歩目行って、2歩目行って、はい、の1歩目と2歩目の幅が一緒でしょ。はい、でも本当にやってるのって2歩目は人殺そうと思ってるよ。ってことは1歩目より2歩目の方がしっかり踏み込んだ方がかっこいい。はい、はい、いきます。1歩目は普通に歩いて、2歩目はしっかり踏み込む。はいはい。ちょっとビビってるやん。ビビった、ビビった。で、あともう一個ね、はい、はい、すごい細かくて、一歩目の人殺そうと振り上げて、ここの時に足が曲がらない、はい、足しっかり、お、そのままの位置、そうそうそう、そのままのアキレス腱のまんま、後ろ足が伸びる、後ろ足が伸びる、そう、そこ後ろ足が伸びる。そうそう、気にしないと伸びるからね。後ろ足が伸びてない、伸びてない、伸びてない。アキレス腱の状態ね。そうです、これ、はい、切った後、しっかり押し出すとこう入るので、うん、そこからしっかり前に出る。そうそうそう、その位置。はい、はい、あともう一個、はい、あるやろ、はい、足と手が同時に出ません。はい、足と手が同時に出ない。振り上げて、振り上げる、同時に出ません。うーん、振り上げて、足が先で振る。おお、うん、それは何ですか？居合の動画って見たことある？居合、あの、こう、俵みたいな、こう、スパッツ。ああ、はいはい、あります。あの人たちって、なんか舞台でやるみたいにくるくるくるって回すので、しっかり足が決まってから切らないと切れないのよ。そして刃物なので、絶対的に下半身が決まらないと切れないっていう感じなので。ああ、確かに、こう、途中でやってたら、もう途中でバーンって時に引き飛ばされちゃうもん。そうそう、なので、しっかり振り上げて、右足がついたら、くる、そう。お、ブンって言ったから今。気のせいかな。で、つま先と膝ね、向きね。つま先と。アキレス腱ね。はい、考えることいっぱい。はい、どうぞ。はい。はいはい。あ、今同時になってる。どんどんどんが一緒になってる。はい、振り上げて。はい、足が出て。はいはいはい。はい、足が出て。はいはいはい。いや、つま先、つま先。はい、わ、そうです。大変やな。そうです。考えることいっぱいです。はい。はい、あと一個だけやるね。はい、今のがまっすぐでしょ。はい。次、斜め。斜め。斜め、けさ切りって言います。けさ切り。はい。なんでけさ切りって言うでしょう。
明日から明後日まさかの まさかのいいえ、お坊さんが今朝っていうこの分かるかな、分かるんかな、今朝って今朝っていうのですか。ああ、なんかこう斜めにあるエプロンみたいな、エプロンみたいな、はい、あれが今朝っていうんですけど、はい、なのでその位置、相手の鎖骨から脇腹を切るのが今朝切りです。はい、はい、で、やることは一緒、構えて左足出して右に倒します。はい、で、右足が出て斜めに、はい、いつのタイミングで右に振り上げた時でいいですよ。はい、上げて、うん、これだね、ここでね、めっちゃマニアックな話になるけど、はい、相手が発生した場合、はい、相手が避け出すタイミングがここなのよ。おー、これめっちゃややこしい話だから、やめとくね。はい、わかりました。なので、振り上げます、倒します、で、足が出て、そう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 、それが毛先切りで、毛先切り、はい、はい、で、今カメラこっちあるでしょ。はい、ね、で、そこの時に例えばじゃあこっちが相手がこっちです、で、毛先切りしました、はい、ってなった時に剣隠れたらもったいない。確かに、せっかくかっこいいもん持ってる、はい、なのでその場合は毛先横でやる。おお、はい、逆に言うと、はい、カメラがこっちにある場合毛先にするでしょ、はい、これ体と一緒になっちゃうでしょ、はい、これ損でしょ。確かに、だからここまで。うわー、なので難しい。もうお客さんの見え方によってフルーサー時間を変えてます。おお、すごい。そうそうそう、見え方の問題です。こっちからのこっち行ったときはこっちみたいな。そうそう、だから こっち切ってこっち毛先にするときはここで止める。うわめっちゃ大変だ。ルールプラスそこは見せ方なので。ああ、そっかそっか、はい、ちょっと毛先だけもう一回いきましょう。はい、はい、構えて振り上げて右倒して切る。そう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 、ここからまたこうですか。うん、振り上げるときは一緒一緒、振り上げて倒して、はい、はい、もう一回振り上げて、顔隠れてるよ、顔隠れてるよ、はい、倒して、はい、切る。はいはいはい、うんうん、はい、あとはもうこのスタンスがもう女の子特にだん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 足が閉じてきたので、はい、まあね、普段ね、こんな歩き方せえへんから。そうそうそう、できるだけできるだけ本当にアキレス腱伸ばすぐらい。そうです、はい、それがかっこよくなるコツです。はいはい、考えることいっぱいでした。はい、ありがとうございました。